シードリルはオフショアでの石油掘削を専門とするノルウェーとバミューダ諸島の企業。アンゴラ、ブルネー、コンゴ共和国、インドネシア、マレーシア、ナイジェリア、ノルウェー、タイ、イギリスに事業を展開している。反戦推進、ジャックアップ、テンダーリグズ、セミテンダース、掘削船でオフショアでの石油掘削を行う。ニューヨーク証券取引所及び、 オセロ証券取引所に上場している。ノルウェーではスタバンゲルに本社を置き、その他ではシンガポールやヒューストン、スコットランドのアバディーンにも拠点を構える。2008年10月現在、シードリルが展開しているリーグの一覧である。蒸気、石油屈作リグに加え、シードリルは3機のジャックアップ、7機の反戦水式リグ、3席の屈作船、 セミテンダーリグとテンダーリグを一気保有している。モンタラオイルスピルにおけるリグの火災状況を同じく石油の流出状況シードリルがオーストラリアダーウィンから6 9 0トル離れた沖合、モンタラ油田に展開するジャックアップのウエストアトラスで2009年11月1日火災が発生10週間に及び石油が流出した。この時に使用されたウエストアトラスは タイの企業、とテップが建造したものであった。abhttps コロンスラッシュスラッシュ www.seadril.com スラッシュコンタクトスラッシュ、シードレルリミテッド2018ホーム20回アニュアルレポート。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。ペリー、マイケル、リーキング、ティモール C オイルリングキャッチズファイヤー。 ロイター、uters, http コロンスラッシュスラッシュ www. ロイター .com スラッシュアーティクルスラッシュ asiacrisis スラッシュ itus s y t 4697642009年11月1日閲覧。ありがとうございます。